ですよ、その人たちの。はい、あ、皆さん、白衣の天使です。白衣の天使です。すいません、医者です。すいません、こんな医者です、すいません。今手術を終えられていらっしゃったみたいですよ、はい、そうなんですよ。本当に大変なとこありがとうございます。いいと思います。はい、本当にすいません、こんな頭ですいません、はい、向こうから見てると多分頭が一番よく見える。もうでも先生本当にお話ししやすくて、先生のようなお医者様といやいやいや、この笑顔の看護師さんがいらっしゃる、私その病院通いたいですよ。いやいや、でも本当にすごい健康的に、やっぱりヨガ抜群なんです。僕たちにもヨガを教えてください、お願いします。いやいや、どうでもない。私ももう今ですね、はい、ありがとうっていう CD を聴かせていただいたんですよ。ありがとうございます。非常にジーンと来て、私涙が出そうになりました。ありがとうございます。ありがとうって本当は波動が上がりますね。ありがとうって言われるキャッチボールでね、はい、もうその言葉にどれだけ勇気づけられたことかということを、なかなかありがとうのありがとうという感謝を伝えたいんで、はい、この歌を作りました。はい、はい、ね、私もありがとうってこれから言おう、どこでも。本当にありがとうって言われるだけで嬉しいし、うん、言ってる自分もやっぱり心が晴れやかになるので、うん、どんどん伝えてほしいなと思いますね。先生の他のね、はい、あの歌詞も見させていただいたら、ありがとうございます。ありがとうございます。女性のような感情とかね、はい、そういったものがこう出てきてるなっていうふうに思ったんですけど、先生は男性ですよね。はい、思いっきり男です。、はい、なんだったら抜きましょうか、ここで。あ、そういう問題じゃないですね。すいません。はい、そういうふうに女性、すいませんでした、許してください。そういう歌詞を書くときはこう、はい、女性になったような感じとかがあるんですか。ま、そうですね、やっぱり患者さんに男性も女性もないと思いますし、はいはい、まあ、女性の方男性の方それぞれいろんな病気で闘病中の方、うん、はい、まあ、男性女性で悩みは違うとは思うんですが、はい、病気と戦う、はい、闘病する上においては、まあ、男女差ないと思いますし、まあ、はい、病院というのは女性の職場なんでですね、はい、必然的に影響を受けやすいですね。、はい、そうですか。病院は女性の職場ですか。やっぱり、看護師さんが多いん で、 いで、ね、本当に、うん、もう本当に関西の看護師の皆様、いつも本当に大変ありがとうございます。はい、もう看護師さんあっての病院ですね。はい、なんかそう言われる先生もすごいですよね。ね、そうですね、だと思います。ありがとうございます。先生、このバンドですね、はい、ハートフルホスピタルなんですが、はい、結成されて何年なんですか。今年で5年目になります。5年目、はい、早いですね。早いですね。なんかね、その医療の現場でお仕事大変なのか、はい、バンドを続けるって大変じゃないですか。そうですね、正直もう本当にやめたいなと思うことはよくありますし、はい、もう何度も何度も挫折と本当にもう苦しみの連続なんですが、はい、結局そういった時に、はい、実際に患者さんや、はい、そのご家族との触れ合いの中から、はい、それこそありがとうという言葉をいただいて、はい、元気や勇気をもらってますし、はい、幸い本当に今勤めている病院も含めて、はい、先輩のドクターだったり、はい、いろんな患者様の団体から応援いただいてるんで、はい、どうにかここまで活動できてますね。はい、そうですか。で、山口さんボーカルで、はい、すごい素敵な声なんですけど、いやいや、ありがとうございます。ね、恐縮です、本当に。山口さんがこの活動されてて、はい、なんかこう感動したこととかありますか。そうですね、まず第一に、うん、リーダーのパワーがすごくてですね、すごいですよね、本当にパワーにぐいぐい引っ張られてメンバー今頑張ってるんですけれども、はい、基本的に、まあ、ご想像通りすごく忙しいので、はい、集合場所はいつもリーダーの病院なんですよ。リーダーの病院。何時に病院集合ねって言って、それもすごい、それまでに例えば午前中の9時に集合でも、うん、9時までに例えば6時ぐらいから病院に行って、うん、患者さんの周りを回られてから、うんうんうん、ライブに行って戻ってきて夜勤で、夜勤を開けてまたその場に集合して、そのままこういった遠方にお邪魔したりとか。先生すごい。いやいや、本当にこんな感じで体力だけはありますね。頑張ります。それでも多分続けられるのは、うん、まあ、ライブに行った先で、うん、はい、患者さんだったり、はい、聞きに来てくださってる方が、うん、まあ、ありがとうっていう言葉をくださったり、うん、元気をたっぷりくれるので、はい、それでまたもらった元気で元気を届けに行くっていう、うん、もうほんとずっとそういう素敵な連鎖で、うん、連鎖ですよね、はい、続けていますね。じゃあですね、関西の方にも、はい、来ていただいて、はい、ぜひお願いします。呼んでください、皆さん、本当に、はい、呼んでください、どこでも行きます。どこでも来てくださるそうです。コスプレじゃないです。ということで、10月の23日安心の願いは叶う、楽しみにしていてください。
状態が起こって、はい、であのお子さんをお持ちの主婦の方々が出会って、はい、お医者さんをねやっぱりそんないなくなったら非常に困るのでもっとお医者さんを大事にしようというのがあって、はい、もうありがとうと言いましょうとか、あでもそれすごい感謝の気持ちを言いましょうとかっていう運動をされてる方がいてて、はい、私ぜひこれね番組に取り上げたいなっていう話をあ、まあプロデューサーの方に言ってたんですよ。ものすごく嬉しいですね。そういった僕らの、はいうん、まさにそのアンサーソングだと思うんですね。僕らも、うんうん、僕なんかも医療の現場で、うん、本当に毎日のように、うん、今日も一件午前中に緊急で手術入っちゃったんで、うん、一個前のライブの現場遅刻しそうになったんですけど、うん、あの医療の現場で本当にあの疲れて、うん、まあやっぱり医者である以前に一人の人としていろんな感じる思いがいっぱいあるわけで、はい、でまあなかなか忙しい中で一日も夕方、はい、夜になってくるとやっぱり疲れて、はいまあ、早く帰りたいなとか、はい、逃げ出したいなとか、はい、やっぱりいろんな患者さんいるん で、 そうです、ね、またそのご家族いろいろいるん で、 そ う、 で、ね、そういった人間関係の中で疲れて嫌になるんですけど、はい、そういった時にいつもそういった思いを吹き飛ばしてもらってるのは、はい、結局病室で患者さんやそのご家族とのやり取りの中で、はいまあ、笑顔だったり涙だったりいろんな喜怒哀楽に触れるんですけど結局、はい患者さんからかけてもらう、うんはい、ありがとうという言葉が、はい、自分の元気になって勇気になって、はい、病室出た頃には患者さんやご家族からありがとうって言ってもらえたことがものすごくもう心の栄養になって、うん、病室を出た後にはもうよっしゃ一丁今夜も明日もやったるかと、はい、そういったエネルギーをもらっているんだなって本当に日々痛感するんでなかなか医療の現場で働く僕たちから、うんうんうん患者さんやご家族に僕たちの方が実は感謝なんですと、うん、僕たちの方が実はありがとうなんですってこちら側から感謝の思い伝える機会がないんで、うんうんうん、あの僕たちのハートフルホスピタルのありがとうという歌には、うん、医療現場で働く医療従事者側から皆さんへの感謝の思いそれが交流ですよね、はい、エネルギーのキャッチボールですね、もうその通りですね、ですよね、はい、それがないとお互いにね分からないですもんね、はい、でそれがあってこうエネルギーが広がっていく今度輪が広がっていくそうですね、ということでまたこういろんなねこう周りのご家族の方とか、はい、患者さんだけじゃなくていろんな人たちに広がっていくんですよね、はいはい、思いますし、はい、引いては医療現場のいいエネルギーになると思うんではい、はいはいはい、私もそう思います。ありがとうございます本当に、はい、であのこのハートフルホスピタルなんですけども、はい一番最初にこうやられた何年前ぐらいですか。ですね、結成は5年前ですね、はい、5年前、はい、じゃあ5年でそれで CD も何個か出されてですね、4枚ですね、はい、1年に1枚ずつ今年活動4年目なんで、はいはい、お医者さんもそのお忙しいと思うんですけど、はいはい、その中でよくその活動ができますね。いやもう本当に必死こいてます、ですよね、あのまあ、おかげであの2年目3年目ぐらいから、はい今勤めてる病院だったり、はい、いろんな患者さん団体だったり、はい、いろんな先輩のドクターだったりが、はい、いろんな形で活動を応援してくれるんで、はい、まあそういった応援のおかげでどうにか、うん、まあ途中何度か辞めようと思ったんですけど、うんはいはい、今でも月に 2,3 回辞めようと思うんですけどあのまああの本当に、はい、石の上にも3年っていうのもう過ぎてますから ね、 ね5年ですもんね、はい、やっぱり、はい、5年目になって思うのは、うん、やっぱり少しでも長く続けることが、うんはい、よりそのいろんな僕らの思いを知っていただくためにもまた医療現場のいろんな問題に興味や関心を持っていただくためにも、はい、少しでも細く長く続けることが大切なんじゃないかなと本当に人生のいろんな先輩方からお聞きする機会が多いんで、はい、まあこうなったら心と体が続く限り、はい、でもいろんなメディアにね取り上げられていたいで、はい、その細くじゃないと思いますよ。いやとんでもないお資料を見せていただいていいありがとうございます、はい、で先生が、はい、あの作詞作曲両方、はい、されてるんですか。そうですね、はいまあ、最初の2枚はアレンジも全部してました、はいすごいですね。もともと先生そういう音楽をあまあ思いっきりバンドブーム世代だったんで、はいまあ、中学の時からバンド組んで、はい、いろいろ、高校生の頃はいろんなバンドのオーディションとか結構やってましたね。はい、そういう経歴があって実績があって、はい、能力もあってっていう感じですね。でこう輪が広がってきてるんですよね。ありがとうございます。今何人ぐらいで活動してますか。今ですね、はい、メインは、4人で活動してまして、はい、周辺サポートメンバー入れて7人ぐらいいますね、はいはい、なんかファンクラブみたいなのもあるってお聞きします。いやもうそんな大したもんじゃないそんな大したもんじゃないです、はいはい、この番組はの神戸の番組なんですけど、はい、関西の方もね本当に名古屋と近いですので、はい、来ていただいて広がったらなって本当に思います。ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、ということで今度10月の23日放送になります。アンシーの願いは叶うです、はい、皆さんお楽しみに。